はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。さあ、本日なんですけれども、遊戯王 OCG タイムズ、ジャンプカーニバルの2024出張版っていうのが、先日ですね、7月の21日に配信されておりまして、YouTube で。で、そこでですね、新セレクションパックの発売が、決定いたしました。7月の29日ということで、来週月曜日ですね。7月一応診断あったんですけども、診断2回目ということで、非常に忙しくなるかなというところなんですが、今ねカードがね 2枚判明してまして、実装されるのが、この、ドラゴンマギアっていう、マストオブドラゴンマギアっていう超絶最強融合モンスターと、あとそれからフルアーマードホープレイランサーっていうやつがいるんですけど、そいつ2種類は一応実装が確定していますよっていう話が、公式配信になりまして、まあ、気になる方はよかったらこの公式配信見ていただきたいんですけども、ということで今日はですね、この、2枚のカードについて、まあ、相性のいい、デッキであるとか、あと使い方であるとか効果、この辺をちょっと解説していこうかなというふうに思います。早速やっていきましょう。マスターオブドラゴンマギア、こいつめちゃくちゃかっこいいし、めちゃくちゃ強いんですよ。イラストもめっちゃかっこいいでしょ。これね、ステータスも結構優秀で、光属性のレベル12の、融合モンスターになってまして、攻撃力が5000、守備力4000となってます。で、融合召喚しか特殊召喚ができませんよという効果になってまして、だからインチキできませんよっていうことですね。で、ブルーアイズアルティメットドラゴン、またはブルーアイズ ×3、プラスカオス儀式モンスターというね、超ロマン性の高い、まあ、融合召喚条件になってまして、まあ、海馬と遊戯が合体するみたいなイメージですよね。で、ブルーアイズアルティメットドラゴンっていうのは、まあ、これなんですけども、まあ、いちいちこれ出してる余裕はあんまり基本的にはないので、まあ、融合代用モンスターであるとか、融合獣院生物とかの沼地のマシンみたいな、ああいうのとか、まあ、あとは普通に融合強兵っていうカードがあって、これとかでアルティメットドラゴンを出してきて素材供給するっていうのが、まあ、主ですね。あと、愚かな重装とかですね。墓地に送って融合さんにするとかもできます。で、カオス騎士モンスターっていうのは、まあ、いっぱいいるんですけども、カオスマックスとか、イリュージョンオブカオスとか、この辺の、まあ、儀式モンスターを使えばいいと。だから、まあ、基本的にブラックマジシャンとかブルーアイズデッキだったら、まあ、融合ギミック採用すれば意外と、まあ、出すことが、まあ、簡単にできるかなっていうのと、まあ、他にも相性いいデッキいくつかあるんで後で紹介します。で、効果なんですけど、めっちゃくちゃ強いんですよ。相手が効果を発動したとき、なんでもいいですけど、効果を発動したときに発動できますよ。その発動を無効にして破壊しますよと。まあ、要は、効果を何でも無効にし、発動を無効にして破壊できる。で、これ、カッコの中読んでほしいんですけど、このカード名のこの効果は、魔法トラップのモンスターの効果に対して、それぞれ、1ターンに1度しか発動できない。つまり、逆に言うと、魔法トラップモンスターの効果は、1ターンに1回ずつ止めれるんですよね。だから、魔法無効、罠無効、モンスター無効、これ全部1回ずつ使います。めちゃくちゃ強いですよね。これ最高に強いで、だから例えばなんかサンダーボルト無効、無限法要無効で、相手の出てきたなんかスネークアイエクセルの効果無効、全部できるんですよ。めちゃくちゃ強いですよね。で、2番の方が表側表示のこのカードが相手によってフィードが離れると、自分のエクストデッキから墓地からブルーアイズモンスターがカオス儀式モンスター一体を特殊化する。まあ、カオス儀式モンスターは蘇生制限満たしないと出せないんですけども、ブルーアイズモンスターであればエクストデッキから出せるんで、まあ、ちょっと、遊戯王マスターデュエルにはね存在してないモンスターとかが結構、まあ、出す候補になってはくるんですけど、この辺のアルティメットドラゴンっていないんで、なんで、まあ、普通にそのなんかブルーアイズアルティメット出すとか、まあ、あとは精霊竜スピリットドラゴンとかね出すとか、そんな感じになるのかなと思いますね。あの2番の効果は、まあ、1番の効果をメインに使っていく感じになると思います、基本的には。で、このデッキ、この、カードを使うデッキで相性がいいデッキ何があるのかなっていう話なんですけど、まあ、まず基本的には、融合強兵を採用すれば大体、まあ、そのブルーアイズ系のデッキとかカオス儀式カード入ってればいけるんで、ブルーアイズとかブラックマンションは普通に相性がいいのと、あとね、一番相性が実はいいのはハオモン系のデッキで、ハオモンゼロっていうこのモンスターいるんですけど、こいつがですねめちゃくちゃペンデラム効果もカードテキストも優秀で、これ、ペンデラム効果で1ターンに1度、ハオモン無限が存在していると、フィゾーのカード2枚破壊してデッキから融合魔法カードかフュージョン魔法カードを持ってこれるっていう効果があるんですね。これ、まあ、基本的にはザークをサポートしてるカードなんですけど、これ融合魔法カードかフュージョン魔法カードだったら何でもいいんで、そのブルーアイズには、アルティメットフュージョンっていう
このなんか専用のまあ融合魔法みたいなのがあって、これ墓地からも素材供給できるんですよ。手札フィールド墓地のモンスターを融合素材としてブルーアイズか、アルティメットドラゴンを融合素材とする融合モンスター一体を融合召喚するっていう効果があるんですけど、これ、アルティメットドラゴンを素材に要求してるんで、これで出せるんですね。でこれを普通に持ってこれるっていうのと、あとこのモンスター効果で、1ターンに1度自分の表側のカードを破壊して、ドラゴン族の融合モンスターかドラゴン族のシンクロモンスターを特殊召喚するよと。でこあのシンクロエクシーの素材にできないんだけど、融合召喚の素材にはできるんで、これでハワゴンゼロのモンスター効果を使ってアルティメットドラゴンを出してくることができるんですよ。これなんでその究極融合アルティメットフュージョンと素材を、供給できちゃうんで、あとはもうあのカオスマックスとかあのカオスの儀式モンスターを用意すればもうそこで融合召喚ができるんですよ。で、カオスマックスとかは特にドラゴン族なんで竜の警告とかから落とせますんで、なんかロムルスとか作るといけるんで、だからねこのねハワモン系のデッキだとすげえ簡単にマギア出るんですよね。でしかもマギアだけじゃなくて周りにそのウーサとかあのいろんなその制圧系のモンスターボルテックスとかもいるので、マギアだけのボーガーに頼らなくても意外と盤面が強くなるっていうのがあって、個人的にはこのデッキがあのマギアを使うんだったら一番強いと思ってます。まあ、あとはドラグマですね。ドラグマギミックはコンボパーツがめっちゃ集めやすいです。天帝の人とかを、使って、まあ、基本的にはその、マクシムスドラグマっていうねこの、大神士官これ出してくるんですけども、これで、エクストラデッキからカード墓地を送れるので、エクストラデッキからその、アルティメットドラゴンとかを墓地を送ったり、あとそれから、まあ、アーデックを送って、アーデックでそのブルーアイズカオスマックスをサーチしたりとかして、そんな感じでコモパーツを集めていくと。でまあちょっと、アルティメットフュージョンは素引きになっちゃうけど、アルティメットフュージョンを、一応打っていくっていう。まあ天帝の人とかって基本的にはその自分のターンではエクストラデッキからモンスター特殊ができない縛り入っちゃうんですけど、相手のターンだったらいけるんで、アルティメットフュージョンが速攻魔法なんですよね。だからこれ相手のターンでも打てるんですよ、あのメインフェーズだったらね。なんでメインフェーズに、ドラゴンマギア着地ができるんで、まあ、ブルーアイズ ブラックマジシャン、覇王、あとドラグマ、この辺のデッキとはすごい相性がいいので、この辺のデッキ組んでる方はぜひこのカードを集めてみてください。フルアーマードホーププレイダンサー実装ということで、まあ、これはですね汎用と言ってもいいですね。汎用ランク用モンスターなので、まあ、ちょっと1枚はゲットしておきたいなというカードになってくるんですけども、正規召喚 の条件ちょっと、重くてレベル 4×3 で作るっていう、で水属性の、ランク4で、攻撃力2500、守備力600の、重戦時速のエキシーズモンスターに、なってます。で、フルアーマードホープレイランサーは1ターンに1度手札の魔法トラップカードを1枚を捨てて、で自分のフィールドのランク4以下のエクシーズモンスターの上に重ねてエクシー召喚することもできるということで、レベル 4×3 並べる以外にもランク4さえ作ってしまえば、魔法トラップカードが手札にあればそれぶん投げて上に重ねることができちゃうよということなんで、割と簡単に出すことはできます。で相性がいいのはちょっと後でやりますけど、手札の魔法トラップカードを捨てることによって、何か面白いことができる、まあ、そういうテーマになってますね。墓地効果がある魔法トラップが一番やっぱその手札構想としては優秀で、効果はですね、まあ、先行制圧というよりかは基本的には殴る方の効果になってまして、まあ、要は高校とか3ターン目ぐらいで相手をぶん殴っていくときに出すモンスターになってます。基本的には、相手のフィールドのモンスターの打点がまず500ダウンしますよと。だからまあ要は3000打点以下のモンスターであれば基本的には処理できますということですね。で自分相手のバトルフェーズ開始時に相手のフィールドの攻撃表示モンスターの効果が全部無効化される。ちょっとタイミング遅いんですけど、一応バトルフェーズに入ってしまえば、妨害されることはあんまりないよということですね。で3番目、このカードの攻撃で相手のモンスターを破壊すると、最後1個取り除いて、もう1回攻撃できますよと。まあ、ランク4作ってからなんか12シシとかだとなんかすごい素材の数になるんで、なんかそのめちゃくちゃいっぱい殴れます。はい、素材がいっぱいあればありったけ殴れるんでね。はい、でしかも相手の打点500ダウンしてますし、はい、で、まあ、どういう、まあ、デッキと相性がいいのかっていうと、まあ、ランク4作るテーマだったら正直、まあ、何と合わせてもいいんですよ。まあ、12獅子とかね、まあ、他にもランク4できるデッキホープとかいっぱいあると思うんだけど、やっぱり、ね、一番このカードが相性がいいと言われているのはシャークデッキなんですよね。あのバハムードシャークとかが入ってるシャークデッキって、まあ、ランク4かなり多用するんですけど、縛りが水属性とかエクシーズ縛り入っちゃうんですけど、こいつ水属性のエクシーズなんで、多分もともとそのシャークデッキに入れてくださいねっていう感じで多分デザインされてるんですよね。はい、まあ、名前もホープレイランサーですしね。でバハムードシャークとかから、こいつ使ってなんか一気に8000打点ぐらい出すコンボとかもあって、
バハムトシャークってランク3以下の水属性エクシーズ特殊召喚できるんで、バハムトシャークで例えばエクシーズアーマートルピード出して、でトルピードの上にエクシーズアーマーフォートレス重ねて、アーマーフルアーマードエクシーズとかを持ってこれるわけですよ。マホトラッパ要はサーチできるんですね、フルアーマードエクシーズとかで。このカードをコストにしてバハムトシャークの上にホープレイランサーを重ねちゃうと、そうするとこのフルアーマードエクシーズが墓地に行くんで、この墓地のこのカードを除外してそのエクシーズモンスターを装備するよみたいな効果使えるんですよね、はい、いきなり、トラップカードなんで一回墓地を送るの結構大変なんですけど、これをコストとしてこいつが墓地を送ってくれるから、まあ、これで墓地にこいつを叩き落とせるっていうことですね。で、エクシーズアーマーフォートレスの上に、ダークナイトランサーを重ねると、フルアーマードエクシーズの効果で、自分の墓地の、エクシーズアーマートルピードを装備したときに、パクる効果も付与できて、ダークナイトランサーはこの自分のフィールド上のモンスターに装備カードが装備されると相手のフィールドのモンスターをパクって素材にするっていう効果があるんで、だからダークナイトランサーとこのホープレイランサーにさらに除去が1個ついてくるみたいなイメージですね。バハムートシャーク1体成立すればバハムートシャークイコール、ダークナイトランサーとホープレイランサーみたいな感じなんでね、だからランサー2体並ぶっていうことですよ。で、打点があのフラーマードエクシーズで装備したモンス装備したモンスターの打点分アップするっていう効果があるので、ホープレイランサーの攻撃力が、エクシーズアーマートルピード の打点分上がってなんか一気に5000くらいになるんですよね。そうすると5000でなんかめっちゃ連打できるバケモンが爆弾しつつ、ダークナイトランサーで1体除去できてるんで、まあ大体1キルぐらいの火力にはなるかなっていう、そんな感じのギミックになってます。だからこれはね、まあランク4デッキだったら何に入れてもいいんだけど、まあやっぱりシャークデッキで使うのが一番かっこいいし強いと思うんで、まあ、シャークデッキ組んでる方はぜひね、使っていただきたい。あとは単純にマホトラップを使って素材を1個増やせるっていう、まあ、ことなわけですよ。上に重ねられるってことは、だからアーゼウスの、まあ、素材も増えるよねっていうことで、まあ、単純にエクシーズデッキであれば、まあ、1枚はちょっと入れといて、置きたいカードなんじゃないかなというふうに思ってますね。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。いや、めちゃくちゃ楽しみですね、ドラゴンマギア。めちゃくちゃ好きなんですよ、このモンスター。いろんなデッキに、まあ、採用できる可能性ある非常に強力なモンスターでございますので、診断実装されたらこすっていこうというふうに思ってます。ちょっとね、診断の情報がまだゲーム内の公式からは出てなくて、まあちょっと何が来るのかとかはあんまりまだわからないので、また来たらね、情報が来たら、解説動画とか出していこうと思いますが、とりあえず、今回はドラゴンマギア と、フルアーマードホープレイランサーをお届けしました。はい、診断の動画をお楽しみください。ではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。